品やりすぎてることみたいな。もう今これ作るのはもうやめ時が難しいですね。もうずっとやってます。1日これ高橋ガニですね。ここ死んでるんです。ゆで高橋ガニなので。こっちはねクラッチバッグなんですよ。お財布と携帯とハンケチぐらい。このまま持ち歩いていただきたいんですけど、今のところ皆さん持ち歩くまでは。どんなところが喜ばれるんだと思います。皆さん買って自宅でどうしてるんだろうっていうのは私もすごい気にかかるんですけど、まあ知らないです。割とハイブランドが好きです。自分が持ってるもの何の通ったらいいものです。マノジャクですか。みんながいいって言ってるものに興味ないんですよ。みんなと逆方向向いてたいっていう性格ですね。プラダは好きなんですか。それはそっち向いてますね、確かに。ほんまや。